はい、どうもこんにちは、スパイクボイス、佐藤浩平です。本日は新企画やっていきたいと思います。題してキキスパイクでございます。はい、で、本日スペシャルゲストをお招きしまして、キキスパイク、初なんでもうどうなるか分かんないですけど、ちょっとこうチャレンジしていただきたいなと思っております。はい、じゃあ早速いっちゃいましょうか。どうもこんにちは。じゃあよろしくお願いします。あ、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スパイクボイスさん、おめでとうございます。よろしくお願いします。早速ちょっと、いつもコパシリーズを山本選手は、はい、そうです、されてると思うんですけど、ちょっとこのタイミングで、はい、コパがちょっと新しくなりまして、はい、あ、もうなんかテストした時とか履きました。履きました。あ、はい、なるほど。すごく軽くて、はい、動きやすかったです。あ、なるほどなるほど。じゃあトップモデルのテストのやつは履かれた経験が終わりということで、はい、で今回はですね、コッパーのスパイクのアディダスのテックとかトップモデル、ミドルモデル、テイクダウンみたいな感じで、はい、一番上、真ん中、下みたいな感じで3つシリーズが、あ、ダメってここがダメですよ、見ちゃダメなんで、はい、あるんですけど、それをちょっと3種類履いてもらって、はい、このスパイクはこのグレードなんじゃないかなとか、はい、ちょっとこう当てに行くやつ、そうなんですよ、はい、そこをちょっとプロサッカー選手に当てに行ってほしいなという企画でございます。はい、なのでじゃあ早速もうやっちゃいましょうか。はい、はい、そしてこのコパのアイマスク、はい、意外とちょっと欲しいっていう、コパって書いてますよ、ね、これ非売品ですね多分これ。あ、そうなんですか。はい、じゃあまず1足目、はい、行かせていただきます。じゃあ違います。なんかこれすげえこっちは楽しいですね。山田選手は今僕も今ドキドキした。ドキドキは半端ないですか。了解です。じゃあ右足からどうぞ。はい。はい。あ、すいません。はい。ありがとうございます。はい。目隠しした状態で最後初のこれ人生初。いや人生初です。最近ですよ。はい。すげえ。軽いですね。お、なるほどなるほど。すごい軽いです、ね。おおお。いや軽いですね。そうそうそう。なんかフィット感もありますし、お、軽さもなんかさっき履いてたやつと似てるな。お、似てる。お、はい、お、いいコメントいただきました。はい。つまりさっき履いてたっていうのはトップモデルってことですよね。そうですね。軽さはそんな感じがしますけど。おお。でも、はい、そうですね、はい、ちょっとなんか違うところですか。中のスポンジみたいなところがさっきとちょっと違うんで、はい、あー、そういうことですね。ちょ、うん、トップではないかな。なるほどなるほど。でも軽さはすごい似てて、はい、ほぼ変わらないですね、履き心地は。なるほどなるほど。じゃあ、はい、そろそろ回答をいただいてもよろしいですか。ズバリズバリ、その今履かれてるやつは何でしょうか。まあ、ちょっとベラ的にテイクダウンですかね。おお、手が見えますか。すげえ。さすがプロサッカー選手。いや、どの辺がこうテイクダウンでなんか気がしたしました。そうですね。はい。なんかスパイクのこのベロのところとか。ああ。あとこのなんか柔らかい。かかとね、ちょっと分厚くなって。ああ、はい。は。なんか小学校の時とか中学とか入ってたかなーっていう記憶が少し、はい、軽さのところはすごいそうトップと一緒だなみたいな声もありましたけど、はい、やっぱ実際軽さはいいですか。何もトップと変わらないというか、まあ僕の感覚ですけど、はい、ステップ踏みやすいですし、うん、余計な力を使わなくていいんだなっていう感じのスパイクですね。お、はい、じゃあ結構そのテイクダウンモデルにしては割といいかなっていうところですかね。はい、いや、本当にかなりいいですね。いや、でもズバリ当てちゃいましたね。すごいですね。よかったです。いや、さすがでございます。はい、じゃあ第1問正解ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ。
それでは、はい、第2問いかせていただきます。はい、あ、まずちょっと質問がちょっとさっきのヒントに、あー、そうですね、確かにすごい履きやすいし薄いですね、フィットします。さっきと比べてはどう？さっきと比べると、そうですね、でもさっきのより若干こう、はい、皮というか、おう、そのスパイクが薄い感じがするので、より足にフィットするというか、あー、ちゃんと、はい、いいとこ、このベラのところも、はい、ちょっと薄く作られてる、あ、さっきより皮ってことですね、はい、なんで、うん、なんかこうキュッて締まる感じがありますね。あー、そうですね。山根選手だと、もう現時点で結構分かっちゃってる感じですか？そうですね、ちょっとこれかなみたいな、あ、あるあるっすね、まあ、でもちょっと確かめてみる、あ、はい、そうですね、はい、もうこの目隠し状態にアジャストしてきますよ、もはやちょっと何左足、僕がアシスタントしなくても全部忘れちゃいます。いかがですか？あ、やっぱステップ踏みやすいですね。動きに関してはもう本当に変わらないというか、結構やっぱ立ち上がった時にやっぱすぐこのステップのお話しされるんですけど、はい、やっぱ結構ステップのワークといいますか、そのグリップのところら辺は結構スパイク選ぶ、なんかやっぱ足上げる時にスパイクが軽いと、はい、なんか余計な力を使わずに済むというか、まあそんなに力は使わないんですけど、はい、よりこう足上げやすいとか軽さが感じられるので、ちょっとステップ踏んでみましたけ ど、やっぱりいいですね。中盤でプレーするとやっぱり運動量も多いですもんね。 ありますね、はい、まあ動いた感じは本当に動きやすいです、はい、でまああとは違いといえば、はい、皮だと思う。おー、いや、すごい着眼点です触った感じはちょっと分かりました。あ、はい、じゃあもう行きましょうか。ズバリ、はい、今履かれているモデルは何ですか？ミドルモデルで、ピコピコピコ、よかったです。はい、いやー、さすがですね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ目隠し取っていただいて大丈夫です、はい、はい、どうでした？具体的になんかさっきの点差のテイクダウンとなんかここがちょっと違う、いや、本当にあのここの皮だったり、はい、全体的に薄くなったなっていうと、おー、あ、先ほどと比べたら全体的に薄くなったってことですね、はい、ありがとうございます、はい、ではもう2問連続正解しちゃったんで、そうです、次の正解は分かっちゃってるんですけど、はい、ですけどなんか一旦このトップモデルも目隠し状態でなんか仕入れしてみたら、ね、新たな発見があるかもしれないんで、はい、ちょっとぜひ。では最後にトップモデルコバピュア天一足入れしていただきます、はいはい、どうぞ。ありがとうございます。点3、点2ときてこの一番トップモデルっていうことで、はい、なんかまあ、よりそこの違いが左足元さん、すいません、ありがとうございます、はい、あ、一番軽いですね、これが、あ、はい、まあ、さっきのも軽いなと思ってたんですけど、はい、やっぱ改めてこう順を追っていくと、おー、やっぱこれが一番軽く感じますね。軽さはやっぱトップモデルが一番いいかなというところで、はい、フィット感とかフィット感もやっぱより素足に近い状態というか、多分皮が薄いので、はい、あとは皮が柔らかいですよね。あ、確かに柔らかさもやっぱトップモデルが一番いいですけど、うん、やっぱこれですか？そうですね。今シーズンはこのコバピュアで、はい、ぜひJリーグでの活躍、はい、楽しみにさせていただきます、はい、ありがとうございます。はい、というわけで本日はスキスパイク、はい、チャレンジしていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや、実際なんかこうスキスパイク、まあ出来高としても初で、はい、多分山田選手としてももちろん初だと思うんですけど、やってみた感想とかいかがでしょう？やっぱどのスパイクが来るのかなと思いながら楽しめましたし、はい、まあ、履いてみて本当に大きな違いというよりはちょっと違うなっていう感じぐらいだったので、はい、実際コパっていうモデル自体が、はい、すごく履きやすくていいスパイクなんだなっていうのを感じました。
そうですよね、やっぱりちょっとした差で差がないといいますか、軽さもすごい印象的だったので、まあ、トップでも一番いいんですけど、ここ、はい、非常にテイクダウンでもなんか全然変わらないと思います。はい、着目していただければ、はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。僕も楽しかったです。ありがとうございます。またあの機会がありましたら、実際の YouTube の方、はい、ぜひ、はい、見てください。はい、ありがとうございます。本日どうもありがとうございました。ありがとうございます。